まあちょっとこの辺、イギリス宗教改革に繋げて、資料集のページがね、あ、そうそうそう、本当にその人の前だ、宗教改革のページだから、そうやね、ここ、192を見つつ、他のとこ消すみたいな感じ。あ、そうです。まあ、一旦行きましょう。面白いです。史上の、ね、ちょっとかなり、不死だらなデブですと、ね、まあ愛すべき女王ベス、まあ、結構エリザベスとかそうみんな言われるんですけども、愛すべき女王ベス、はい、あの白塗りで口真っ赤なんですけど、歯全部真っ黒なんですけど、愛すべき女王ベスです、この二人をまず最初の数十分でやっていくんですけれども、まずね、王朝がね、バラ戦争っていうのが終わって、テューダー朝っていうのだったら、うん、ランカスター朝、ヨーク朝などのテューダー朝、まあ、ランカスター、ヨークはそんな出ないんだけど、とりあえずみんなさんにほら、語呂も渡してると思うから、東芝工事、チューナー工、東芝工事っていうね、語呂もあったと思うんだけれども、テューダー朝っていうのが始まってるっていう印象を持っているんです、テューダー朝。で、初代はヘンリー7世。で、この人はバラ戦争を終結させた。うん。で、ここはもうさらっと目でいいんだけれども、ね、貴族が反乱するのを防ぐために、あの裁判所を設けたっていうので、正室長裁判所っていうのを作ったよっていうことで、まあ、ただ、そんなメインじゃないんですけど、まあ、覚えておく必要はあるんですけれども、正室長裁判所っていうのを作ったよっていうのを押さえておくといいわ。で、このイギリスが、まずね、このテューダー朝で覚えるべき2人、ここの1人目は、ここからだいたいスタートって感じです。ヘンリー7世のその息子に、ヘンリー8世っていうのがいます。これ。で、まずヘンリー8世っていうのを覚えていく必要があるんだけれども、この覚える時の題材になっているのが、イギリス宗教改革って言います。イギリス宗教改革っていう。うん。で、あのこのイギリス宗教改革によって、ちなみにこうなります。イギリスはこのあとカトリックから新たなキリスト教一派であるイギリス国教会に変わるからね。これはまず押さえてね。これによりイギリスはカトリックからイギリス国教会に変わります。イギリスの宗教ってカトリックからイギリス国教会に変わります。まず今日終わりの展開としてあるんだけども、でそれは事実宗教改革、別にページ飛んでも飛ばなくてもどちらでもいいんですけども、あの宗教改革見てもらったら分かるように、現代のイギリスにおけるキリスト教の宗派分布においても、このプロテスタントが 60% のうち、イギリス国教会がちゃんと 40% 占めてる。イギリスはちょっと独特なんですけど、なんかちょっと独特な感じで、カトリックものすごく少ないよねっていうところにも反映されてるし、うん、
あの王室の宗教にも非常に関係しているので、王室イギリス国教会なので、はい、なのでそのあたりは押さえておいてください。イギリスがこのイギリス国教会っていうキリスト教の中でもちょっと特殊な宗派になった、特殊というか、まあ、イギリスのみの宗派になったっていうところをちょっと押さえておきます。じゃあそれに至るまでの過程を見ていくよ。まあ多分もしかしたら学校の授業でも聞いたことがあるかもしれないんだけれども、あのこれに至るまでの過程はこのヘンリー8世っていう、先ほどなんかね不思議なデブと紹介させてたんですけど、この人の離婚問題です。全ては離婚問題から始まってます。でだからこの人を学ぶときにこの家系図を見ることになってるんですよ皆さん、まあ、学校でどこまでやってるかわかんないですけど、まず見てください、彼の遍歴を。キャサリン、アン・ブーリン、ジェーン・シーム・ア、アン、キャサリン・ハワード、キャサリン・パー、×5 です、ね、×5 です。5回分かれて6人目はやってますから×5、ね、まずこの時点でなかなかのやつですよね。なかなかのやつです。そんななかなか人間ね、まあ、ついても大変なのもいろいろあるんですけども、×5 までいきますかっていうところで、まず空襲を見ますね。2代目のこいつがヘンリー8世という名前なんですけれども、ヘンリー8世という名前です。はい。で、キーワードを埋める前にじゃあ話していきますか。ヘンリー8世の話していきます。ちょっと込み入った話で面白いんですけど、これ多分あの皆さんも世界史のはあの資料集でも見たことあるんですけれども、これね、一人足すとより彼の、気味悪さが垣間見えるので、ここに一人足します。これを足しておきましょう。ここに、アーサーという男性を足しておくと面白いです。アーサーは彼の兄です。ここからスタートします。実はこのスペイン王女カザリン、まあキャサリンなんですけど、イギリスではね、実はもともとこのヘンリー8世っていうのは兄のアーサーがヘンリー7世から継ぐべき位置にあったため、アーサーっていうのが優遇されて育っていまして、キャサリン妃と結婚して継ぐ予定でした。ところがアーサーが早々に死にます。ボン、死んでしまいました。でアーサーが死んでしまったため、キャサリンが未亡人になってしまいます。はい、ね、でキャサリンが未亡人になってしまって、本来カトリックはすごい厳しい掟があるので、未亡人はずっとこう喪に服しておく必要があるんですけれども、そこをこの不死だらのデブ登場してきて、俺と結婚させてくれよとカトリック教会頼むと、あと頼んできて、まあこの時はほんとしゃあねえなっつって、いろいろあるけど厳しいけど、お前キャサリンと結婚させてやるわつって、無事ヘンリー8世はキャサリンと結婚することができたんだ。おめでとう、うん、なんですよ。で無事結婚することができました。はい、ね、要するに兄貴の元嫁と結婚する、はい、人生いろいろ、まだこの辺は人生いろいろぐらいするでしょう。でところがです、はい、イギリスなんですけれども、基本的に王朝の地位を継ぐことができるのが原則男性からなんだ。でしかもこの当時絶対王政を築き上げたいテューダー朝にとって男の子が生まれる必要があって、で、はい、キャサリンと無事なんとかカトリック教会にお願いして結ばれて、おぎゃ生まれました。ところが生まれたのがメアリー1世、女の子。ちなみにこのメアリー1世は後の展開もありますのでここに映っておりますが、このメアリー1世後々、こちらですよね、スペイン王フェリペ2世、これカール5世の息子な、スペインの名で言うとカルロス1世で、まあ、あれや、これカール5世並びにカール、ね、カール5世神聖ローマ皇帝カール5世並びにスペイン王カルロス1世の息子やからな。頭が整理できてる。で、要するにスペインハプスブルク家のトップと結婚することになってます。このメアリー一世後から出てきます。これはまあさておいて、うん、はい、戻ります。
はい、おぎゃ、無事生まれてきました。メアリー一世、女の子。はい、不思議だな、ヘンリー八世、ブチギレ。男、うめえ、お前。終わったな。終わりましたね。そんなこと私がね、嫁に言ったら今頃どうなってたでしょうっていうところですね。はい、いいんですよ、かわいい、かわいい女の子なんて、それいいんですけれども。でだ、キャサリンが一向に男の子を産んでくれません。ね。そうなったため、これもダメよ。ね、当時仕えていたアンブーリンという女性がいたので、ちょ、ごめん、キャサリンと別れてアンブーリンと結婚させてって、宗教当時大事だから、結婚とかってカトリック教会にお願いするんだ。もしたらカトリック教会もうブチギレですよ。お前わざわざアーニーの元嫁の未亡人と結婚させてやったのに、そいつと離婚して別の相手と結婚するってふざけんなよ。普通の人間ならここで諦めるんですけど、この不死だらなデブは、じゃあ分かったわっつって、カトリック教会やから離婚できんげんの、じゃあ俺新しい宗教を作るしって言って、このヘンリー八世がね、1534年に新たな宗教を作る法律を作って、それが森さんなんでしょう。そう、これが主張。すごいでしょ、ただただすごいでしょ、この人。うん、ただただすごいんだ。うん、ね、はい、で、首長法成立で、この首長法とは何かって言ったら、冒頭のところでも言ったように、新たな宗派であるイギリスだけは独自のイギリス国教会って言って、カトリックのトップは教皇や。こういうことですよ。カトリックのトップは教皇じゃん、ね、まあ、イメージが悪いから。カトリックのトップは教皇なんだけれども、イギリス国教会のトップは要するに国王だから、宗教的なルールは王に委ねられているっていうふうにしたんだ。これがイギリス国教会ね。すごいでしょ、この人。すごいでしょ。ちなみにその時にすごい真面目な人間が当時立派な役人でいます。ユートピア書いた人。これさ、久江さん、ユートピアといえば、お、素晴らしい、いいリアクションになってきた。トマス・モア、ユートピアや。ユートピアを書いたトマス・モアが、いや、国王、それはやめといた方がいいのでは。うるせえ、お前死ね、処刑です。こんなやつすごいでしょ、ヘンリー八世で、ね、ね、腕利きの役人トマス・マを殺し、これで、首長法を成立させ、イギリスは独自のイギリス国教会を成立し、本人は無事アンブーリンと結ばれます。イエイ、結ばれます。ところが、これ見てください、アンブーリンとの間に、よっしゃ、子供や、おげや、女の子です、エリザベス一世。お前ふざけんかと。しかもこのアンブーリンは非常に優秀な人物で、ちょっとあなたの政治の考え方良くないと思うわとか、いろいろ助言をしてくれるの。なんかあいつムカつくなっつって、うん、あいつなんか他の男と浮気したことにして、うん、それで死んでもらおうっつって、なんと貫通罪、要するに他の男と浮気したっていう罪をなすりつけて処刑、ね、わざわざ新たな宗教まで作って結婚した相手と殺して次の相手に行くわけ、ね、笑い話が本当に気持ち悪かったですよ、この人。すごい人だわ。で、3人目がジェーン神話。うん、いわゆる結婚相手もどん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 ヘンリー八世の評価をひたすら下げるだけの授業なんで、もう召使いと結婚するわけ、周りに。あ、お前いいやつだな、こういうやつ結婚。これがジェーン神話。あ、才女って書いてあるな。才女って召使いのね、お寺に任命するんだから才女って言うんだから、召使いの才、あ、次女、次女ね、次女って言うんだけれども、と結婚します、ジェーン神話。見てください、なんとおめでとう。おぎゃ、男の子生まれたんだ。エドワード6世。
だから分かるように初代がヘンリー7で1番2代目ヘンリー8世2番で男の子から優先的に国王の地位につくからエドワード6世3つ目ここで来るんだ。ただなんとなく皆さんもその後4、5ってあるから分かるように、そうなんです、秒で死にます、6年後には死んでしまいますから、継いだ後にね、まあこの人が長期で統治した後に継いですぐ亡くなる。ちなみにその後はい、まあなんやかんやで、うん、あのしかもジェンシーマーがこれかわいそうなことに産んですぐ亡くなって、ついに生まれた子供の後にジェンシーマー亡くなったから、また一人やし寂しいな、あんで、これもなんかうまくいかずで寂しいな、キャサリン・パード、はい、最後はキャサリン・パード、まあ、ここからの展開は別にそうでもいいです、まあただ罰号、罰号です、大変だよね、かけるぞ、なかなか大変かと思いますね、はい、というところで、ね、はい、まあ、中盤から終盤にかけてはもうこいつがただちょっと気持ち悪くなるだけなんですけれども、本人が離婚したいがために宗教をキリスト教のカトリックから新たなイギリス国教会というものを作る首長法を制定したのがこのヘンリー8世です。でトマス・モアをアーシュユートピアを描いたトマス・モアを処刑した、うん、です。で、まあ、修道院の解散させたとかいろいろありますけど、あんまり気にしなくていいです。で3代目エドワード6世が引き継ぐんですけれども、うん、まあ、彼すぐ死んでしまいますから彼のことはほんの覚えなくていいです。でエドワード6世が早々に亡くなったので男性がこれで完全にいなくなりました。ただ血統は残ってるので女性がその後血をつけます。あとは年齢順に考えたらいいので4代目は先に生まれてるメアリー世、はい、メアリー1世になります。メアリー1世で、このメアリー1世なんですけれども、スペイン語フェリペ2世、先ほど出てきましたよね、ここで先ほどの見たイラストのところにつながってるんですよ、はい、スペイン語フェリペ2世ですね。で、思い出してごらん、スペインはハプスブルク家やん。で、前回の授業で言ったと思うけど、ハプスブルク家ってカトリックめっちゃ崇拝しとるやん、カトリック、敬虔なカトリックやから、これ分かるよね、わざわざイギリス国教会にしたのに旦那さんがカトリックすげえラブなハプスブルク家だから、見てその後、はい、カトリックに復帰してイギリス国教と弾圧します。国の混乱えぐいよね、あのお父さんが作り出したイギリス国教会に対して自分が即位したらそれを徹底弾圧した、はい、です。これメアリー、あのまあ、メアリー1世はこのフェリペ2世の、旦那っていうところを押さえておけば大丈夫です、はい、で最後5代目なんですけれども、はい、そのままメアリー1世が 4,5 年で亡くなって即位したのがエリザベス1世です。はい、となります。まずですね、このエリザベス1世が即位して最初にやらなければならないことは、このごたごた続いた宗教劇を、まず終結させることなんですよね。だってイギリス国教会作ってまた今度は娘さんがねカトリックに戻すと、お姉ちゃんなんてことしてくれたんだと、もう私はきちんとするっていうのが1559年に、はい、滝野くん何法ですか、統一法。そう、統一法です。これは要するに簡単や、イギリス国教会に統一した、宗教を統一するよっていう意味合いです。統一法を制定したのは、で、イギリス国教会の体制っていうのをはっきり作っている、こんだけです。これが今のイギリスです。はい、というところでエリザベス1世の今から40数年にわたる統治と並びに彼女の行ったことを見ていきます。はい、まずですけれども、探検家ローリという人がいまして、この人に北米を探検させてます。これちょっとアメリカ編でまた触れます。バージニア植民地の改革、魂失敗、はい、次、一瞬だけ触れておきます。あんま深くやらなくていいです。はい、親戚筋にあたるメアリー・スチュワートが、
はい、反乱を起こしそうだったので、国家転覆を企む反乱を起こしそうだったので、はい、最終的に処刑しています。ただこれ一応触れておかなければならないのは、テューダー朝の後の王朝、スチュワート朝でしょ。なんで実はこのいとこの血筋のところからそのままたどっていきます。なぜならエリザベスで王朝は断絶するからです。非常に簡単です。エリザベスの気持ちもよくわかります。私結婚したくない、あんな父親見てるからつまああんな父親っていうか、そういう感情論云々っていうか、これだけ結婚と婚姻政策によって国が混乱したから、この人は独身を貫いた。だからエリザベス一世でテューダー朝は断絶するので、親戚筋のメアリー・スチュアートは殺されはするんだけど、その血筋から後からジェームス一世が即位してスチュアート朝が始まります。さあ、このエリザベス一世の時にちょっとイギリスいろんなこと起きてます。まず、はい、長引くスペインとの、はい、ライバル関係にね、一つ、まあちょっとね、メアリー一世の時はそれをちょっとうまく取り持ったんですけれども、また相変わらずね、メアリー一世が亡くなった後はスペインと対立したので、はい、開戦によって決着をつけました。1588年ですけれども、藤田君。アルマダ海戦。そうです、アルマダ海戦でございます。はい、オランダの独立を援助していた、スペインと対立することになります。はい、ね。オランダの独立を援助してスペインと対立することになります。この時に、はい、イギリスって面白いのが、軍隊を希薄にするんだけれども、海賊を軍隊の代わりに使ってたんだよね。はい、でちょっと名前が出てくるかわかんないんですけれども、はい、2人ぐらい覚えておくといい。ホーキンズと、資料集でひざまずいてる人いるでしょ。森さん誰だろう。ナイトの称号をもらってひざまずいてる人、そう、ドレーク。はい、この辺覚えておいてね。はい、ね、はい、ドレークです。で、なんかこの辺ワンピース中やったな。ちゃんとティーチとかモデルいるからね。自分で調べてください、いろいろ。はい、知っていた、さすがでございます。割とモデルいます、彼は。ワンピースもあるので割とモデルになると思います、実際に。で、一つ覚えておくといいです。イギリスはこの海賊たちに対してね、対外戦争では一緒に戦ってもらう代わりに、普段から略奪行為しても全然いいよって言ったんですよ。そういう船のことを死略船、もしくは死だほ船って言います。そういう船のことを死略船、もしくは死だほ船って言います。うん、面白いっすよ。うん、あのね、何がおもろいかっつったら、ちょっとへーってのは、まあ、今までの復習を兼ねて考えられるから少し見ておくと面白いんだけれども、資料集をじーって見るのをよく見る。例えば211ページあるじゃん、文章が。211ページあるでしょ。211ページあるでしょ。カリブ海のこれ、めっちゃよーく見ると、よーく見るじゃん、ここ211ページ、ここ見るでしょ。ここさイギリス色になってない？これイギリス色や。気づいた？これイギリス色になってるよ、この島。この島イギリス色やろ。この島イギリス色やろ。はい、あれです。世界一速い男の出身地です。ウサイン・ボルトの出身地はどこでしょう。じゃあ、あ、正解です。ジャマイカね、ジャマイカでしょ。ジャマイカ置いといて、ここが海賊たちの中継地点だったよ。ここにか、で、ここ海賊たちの中継地点になってて、で、
イギリスってめっちゃ面白いの。考え方がすごい。で、彼らに対して略奪認めてんの、公に。で、次何略奪してたかって考えるときに、なかなか世界史が上がるから、何略奪するかって考えるときにちょっとヒントがちゃんとあります、こうやって、ね。どの国から何を略奪したかって考えるとめちゃくちゃ面白い。ジャマイカここでしょ。であって、海賊たちここ拠点に置くんですよ。ヒント2つ映ってますよ。タキオくん、アカプルコ、ポトシ。ここらで何をね、どうしよったんやったっけ。アカプルコやらポトシやらね。藤田くんどうですか。銀。そう、銀なんですよ。そう、ポトシ銀山とかアカプルコで銀取れるでしょ。で、この銀貿易を最も進めてた国は、じゃあ、もう一回チャンス、どこでしたっけ。いや、この領土の色見たら分かるな。スペイン。そう、スペイン。だから、スペインがこの銀を運ぶんだわ。この銀を、まあ、太平洋をこうやって運ぶのはいいんだけども、銀をヨーロッパに運ぶときってここ中継地点になるんだわ。分かる。銀を運ぶ中継地点なんだ、こちらが。別にあの子なんか書かなくてなんとなくへえと思っておけばいいけども、あの銀をね、ちゃんとスペインが当時ポトシ銀山で取れてアカプルコっつって、そのまま太平洋だったらマニラ持ってくんだよね。うん、スペイン持ってくんだってね。でもヨーロッパ持ってる時当然こうなるから、このスペインの船を狙い撃つん。うわーって海賊たちが。で、大儲けーっつって、で、一部は略奪行為認めてあげてるから逆にちょっとちょうだいっつって、で、国にも銀入ってくるでしょ。で、ウハ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 、それでイギリスは金貯めて儲けて、その金を最終的に、まあ流れにはなるけど、産業革命とかの時に土台にしてるんだわ。だからこの実はイギリスの死略戦っていう作戦で、こういったジャマイカのカリブ海に、領土を置いたりするのは、そういったスペインの銀を運ぶ船を狙わせたんだ。めちゃくちゃ面白いでしょ。こうやってなんか子供誰も見ないじゃん。結構面白いですよ。うん、中継地点です。思い出したでしょ、資料集で改めて見ると銀のところはよう出るから、100この辺やな、確か。これほら139のここに載っとるし、ここ139のとこに載ってるから、ほらこっちの方、これはまあさすがにこっちじゃないかね。スペイン本国運ぶときに絶対ジャマイカのこの辺通るから、このスペインの船を狙わせたんだ、ボーン。それがあのいわゆるパイレーツ・オブ・カリビアのあの辺ね。パイレーツ・オブ・カリビアのあの辺です。あんなロマンがあったか知らないですけども、あんな感じですね。忘れたっていうところを、それを狙ってたっていうところを覚えるとね、ちょっとまあ別に受験うんぬんとかじゃないですけど、考え方広まるからね、面白いっすよね。はい、で、他もいろいろです。さあ、ね、イギリスなんですけれども、東インドへの進出を考えてます。よいしょ。東インドって頭で整理しといてね。ちゃんとこうやって考える。こうやって考える。意外とみんなも抜けとるから、ほら。こうやって考える。これヨーロッパから見てこっちが東インドね。ヨーロッパから見てこっちが東インド、ヨーロッパから見てこっちが西インドね、うん、って考える。もともとこっちにインドある前提やったけど、こっち行ったらコロンブスが見つけて西インドっつったからこんなになってるし、で、ここから東インドでの要するに香辛料欲しいから1600年に東インド会社作ってるわ。東インド会社を作ってるわ。政策さらっとやっておしまいで、はい、面白いのはイギリスの絶対王政っていうのはすごいあっさりとした作り方で、常備軍は護衛兵のみで、
ここのところを代わりに海賊で賄ってる。面白さがあるね。海は海賊で賄います。で、議員も官僚なんですけれども、地方行政は、はい、貴族とヨーマンの中間に位置する平民の地主層であるジェントリってやつらを出世させてます。ジェントリ、で、彼らが、ね、平民の地主層たち、まあ、要するに地主の金儲けがうまいやつらを議員に置いて国を回したっていうところがイギリスの特徴です。そしてもう一つ押さえておかなければならないのはあちらですね、エンクロージャーですね。はい、で、あ、でもエンクロージャーの前にごめんなさい、こっちの方が先でいいか。ちょっとこれはさらっと触れておくけど、給品法触れておくね。これ世界初の生活保護法だから、世界初の社会保障だわ。そら、藤田君が、君が生計を選んだ男だ、はい、頑張ってる。給品法、めっちゃマニアックだけどたまにありますから。世界初の社会保障です。偉いね。書かしたけれども、給品法ができた原因の方をどちらかと言っておかないといけないんですよ。エンクロージャーね、ちょっとエンクロージャー覚えてください。はい、エンクロージャー先生どこ見るんですか。資料集のね、こちらですよ。エンクロージャーはね、はい、これこれ見といて、じーエンクロージャー、エンクロージャーです、はい。まずエンクロージャーなんですけれども、2回行われてて、2回目はまた、後日触れますけれども、産業革命の時に読みます。2回目で、今回は1回目なんで第1次囲い込みっていう風な言い方をします、ね。で、囲い込みって何かっつったら、すっげえ簡単に言うと、農地を勝手に奪って工場を作るっていう発想、工場ないし羊を飼うっていう発想です。農地を勝手に奪って工場ないし羊を飼うです。で、それは、まあ、世界史用語で言うと、羊の牧草地の方が、まあ、要点を置くからこうです。非合法的暴力的に農民保有地を収奪し、羊の牧草地へと変換する。だから一つイラストを加えて理解を深めるとすれば、もともと農業やってるんだわ。もともと農業をやってるやつらがいたんだけれども、時代が毛織物工業に転化していくときに、この農業をやっている人間と農作地が別にいらなくねってなったから、まず農業をやっているやつらを全員追い出して、そして農作物を育てている場所を全部、はい、変えてしまって、代わりに羊を置いて、毛織物工業の原料となる羊の綿をたくさん取る、羊の毛をたくさん取る。土地を失った農民たちは工場で労働力になったりする。また空いた土地に直接工場を作ったりする。これが第一次囲い込み。だから労働力となれたらいいんだけれども、苦労者となったら結構大変なことになります。で、苦労者となったら当然犯罪に走ったりしてしまうわけでしょ。だから給品法を作ってあげて、生活保護、生活保障に至って、社会保障に至ったよっていうふうなところを考えてもらったらいいです。まあ、ただ社会保障あるだけありがたいんだけどね。ちなみに当時は法律めちゃくちゃなんで、あの、別に10代だろうが、お腹減って、お腹減ってもう死にそう、パン屋さんからパン盗んだ、はい死刑、こんな感じです。秒で死刑でした。はい、お前死ねーつ。死刑、死刑、死刑。もう本当に未成年だろう、お構いなしです。
まあ、まだまだ道徳がない時代ですよねって感じです。だから、まあ、社会保障のためのルールを作ったのはありがたいねっていうふうなところです。はい、ということでこちらが一回イギリス製ね、イギリスの要するにテューダー朝の歴史でございました。テューダー朝、で対抗宗教改革やったし、で絶対主義はまあちょっとこれは説明とかやからいいとして、もうちょっとある程度進めてからの話、スペイン発ブルク行きますか。はい、スペインハプスブルク家行くぞ。ただあの今までの話でちょこちょこ出てきてるからもうすぐにやってしまいますよ。はい、行きますよ。スペインハプスブルク家いきます。はい、まずどうよ、はい、スペインハプスブルク家ですけれども、はい、ここね、イサベルっていうのとフェルナンド5世っていうのがスペイン王国の要するに、はい、元となったお互いのあのカステラとアラゴンのそれぞれの王女と王子です。ちょっとした復習ね、ちょっとした復習大丈夫ですか先生、どこ見たらいいですかっつったら、イベリア半島だわ。はい、映りましたね。画面だけでいいですよ。パッて一瞬見ときましょう。イベリア半島一瞬見といたらいいですよ。はい、来ました、イスタンブールになった。これだ、はい、ここオッケー、まずこれ、オッケー、はい、このカステリアとアラゴンね、まだカステリアとアラゴンのイザベルと、はい、のフェルナンド、フェルナンドだっけ、すみません一瞬抜けました。はい、ね、フェルナンドだよね。フェルナンド5世が結婚してスペインができました。そしたらこのイザベルとフェルナンドの娘にフアナっていうのがいまして、この人ね、フアナっていうのがいて、この、フアナの息子、あ、失礼しました。で、フアナが神聖ローマ皇帝の息子と結婚します。そして、フアナの息子が、あの何回も出てきたカール5世並びに、スペインの王様としては、藤田くん。そう、カルロス1世ね。スペインの王としてはカルロス1世、神聖ローマ皇帝としてはカール5世で、ここからスペインハプスブルク朝になって、で、領土の方をもう一度見とくといいかな、ね、はい、こことここ、さらにはここも持ってて、ここも持ってる、半端ないですよね。スペイン、ハプスブルクの大元、イタリアの南部の方に、さらには後のオランダとかベルギーの辺りを持っている最強の16世紀の世界史を飾る領土が出来上がったわけ。はい、で、カルロス1世の時にスペイン側で話するからカルロス1世で話しておくけど、いろんな動きあったね。ルターの宗教改革もありました。イタリア戦争もありました。オスマン帝国の話もあります。オスマン帝国の侵入もあります。まあ、これさらっと目でいいです。で、さらには中南米の大部分も領有しています。マゼランの世界宗教、宗教、コルテス、ピサロ、はい、アステカ帝国の王国の征服やインカ帝国の征服。征服者たち。何でしたっけ、読みながら、森さん。征服者たちを。そうですね、コンキスタドールでしたよね。コンキスタドールの登場もあったと思います。カルロス1世退位後、はい、先ほど出てきましたフェリペ2世がいたでしょ。これもう一度使えます。フェリペ2世がいます。スペイン側はフェリペ2世です。で、メアリ1世と結婚したため、その時期はイギリスと仲良かったですけれども、メアリ1世が、退位した後はイギリスとまた対立します。はい、で、次スペイン側から見た歴史でいろいろあるんですけれども、オスマン帝国の勢いをちょっと弱めることができた回線がありました。
何の開戦でしょう。1571年です。はい、そしたら久井さん、そうですね、レパントの開戦です。レパントの開戦でオスマン帝国を撃破し、ほんのちょっと勢いが余りました。ただまだ全然勢いがあるんだね。オスマン帝国の勢いが完全になくなってくれるのは、完全じゃないですよ、本当の衰退が始まるのは、いつもこれ書くんですけどね、この後の展開もあるので、カルロヴィッツ条約っていうやつのところです。カルロヴィッツ条約以降がオスマン帝国の衰退だからね。これでハンガリーの大部分を明け渡すんだわ。ちょっとこれこの後の世界史で必ず言うようにしてるから押さえておく。オスマン帝国の衰退っていうのはカルロヴィッツ条約以降です。オスマン帝国の衰退は、収集は欲しいですね。あコピーです。はいね、太陽沈まないから、スペインって意味わかるよね。スペインは太陽が沈みません。なぜですか。ここを見てもらったらいいんです。はい、大航海時代において中南米への領土の拡大ないし東南アジアへの領土の拡大がありますから、はい、この15、6世紀については基本的にスペインが、はい、地球のある程度裏側まで取ってるからね。スペインにとってるのはこの辺よ。この辺の領土も取ってるし、この辺もあるし、中南米も取ってるから、ヨーロッパ大陸から中南米取って、さらには東南アジアも取ってるから、太陽は沈まないよね。ずっと光が差してる。っていうふうな意味でね、太陽の沈まぬ国。スペインです。はい。で、このまま天下取れるかと思ったら、ハプスブルク家の衰退と同時に全然工業に力注がなかったので、はい、衰退していきます、ね、衰退していきます。あとね、商人がみんなカルバン派なんで国外逃亡する、そういった理由もいろいろあります。あとはオランダの独立とかもあります。この衰退していくところでね。その辺はまたちょっと全体の世界史を触れながら見ていきたいと思いますんでね。よろしくお願いします。はい、では次にちょっとここから本日の中盤から後半に入っていくんですけれども、宗教戦争いくぞ。宗教戦争。はい。世界史では、よっこいしょ。おお、宗教のページが存在していて、はい、これ、はい、193ページのこの下にボンってまとまってます。193ページの下を見ていただくと、3つの宗教戦争がこのように列挙されていて、今からこの3つをポンポンポンと取り上げていく。もしくはちょっと30年戦争入れるかわかんないけども、この2つは絶対に今からできます。はい、ユグノー戦争とオランダ独立戦争と30年戦争っていう3つの宗教戦争があるので、これは世界史では必ず押さえておくようよろしくお願いいたします。じゃあまずは真ん中の、はい、オランダ独立戦争から見ていきます。さあ皆さん頑張ってくださいね。オランダなんですけれども、はい、見ていきましょうか。まず、今まで学んだことがいろいろ試されてきますね。はい、まずオランダなんですけれども、はい、ネーデルラント領であってオランダっていうのは。で、地図で見ると、私はじゃあ資料室の地図を出しておこうかな。主権国家体制のこっちでもいいかな。はい、よっこいしょ。地図理解がとにかく大事なんで、先ほども言いましたが、このオランダはスペインの支配下に置かれているので、要するにハプスブルク家の息がかかっているよね。でもね、ハプスブルク家の息がかかっています。ここまず捉えます。はい、で、
ハプスブルッケの息がかかっているオランダですけれども、そこでとりあえず工業とか中継貿易が栄えます。これは、ネーデルラントなんですけど、ベルギー側の方で栄えてます。ベルギーの要するに拠点を資料集に合わせた方がいいよね。アントウェルペン、職はアントウェルペン、アントワープでもいいんですけど、アントウェルペンとしておきます。アントウェルペンというベルギーの中心地で発達してます、はい、ベルギーの中心地で発達してます、はい、さあ、じゃあここから頑張っていきますよ。はい、お話はこの時です。スペイン王フェリペ2世が、はい、即位したぐらいから始まってきます。フェリペ2世はこのネーデルラント、今のオランダ、ベルギーに対してカトリックを割と強要します。さあ、頭の中整理できているかな。はい、萩野君、オランダのプロテスタントのことを何て言うんだったっけ。五位線。素晴らしい、五位線です。オランダは五位線が徐々に数を増やしてきていたので、はい、ハプスブルク家はカトリックめっちゃ好きです。なので五位線許せん、五位線許すまじって言って、経済的に重税を課したりしてカルバン派を徹底弾圧しました。それに対して、はい、五位線たちはクソフェリペ2世と思っている状態です。はい、じゃあ俺たちはもうこうなったら独立するしかない。北部が中心となって指導者が登場します。その指導者の名前を藤田君知ってるかな。オラニエ・コー・ウィレム。そう、オラニエ・コー・ウィレム。この指導者の名前がオラニエ・コー・ウィレム。だからオランダなんだ。違います。オランダがある理由はあと1分後ぐらいに出てきます。はい、北部の人たちが中心となってオラニエコウィレムを指導者として独立してやるぞっつってスペイン本国に対して戦いを挑みます。しかしこの後の展開で覚えておいてほしい。10年後南部が離脱します。南部10州離脱。なぜかというとこの南部は後のベルギーです。はい、あなた方の頭の中で地図感が大事になります。つまりこういうこと、今でっかく出しましたけれども、こんな感じの説明ね。ここ全体がネーデルラント、この頃ね、ここ全体がネーデルラントで、北部がこっちで南部がこっちな、こういうイメージで捉えるぞ。北部がこっちで南部がこっち、そしてこの北部が今でいうオランダで、南部が今でいうベルギーね。で、今南部はもうこの戦いええわって離脱します。なぜ。それは宗教やら言語の関係性です。見てもらったら分かるように、これ一回消しますけれども、南部はそもそもカトリックが多いんだわ。だから別に俺たちハプスブルク家そんな、まあ別に受け入れるしってなってって、でも北部はゴイセンが多いからハプスブルク家が弾圧するし、それを許すまじ許すまじっつって反抗、ね、だからこういう今のオランダとベルギーっていうのの礎になってるんだわ。その辺を少し理解しておくといいです。はい、では、ここで先ほどオランダの名前の由来になったところをかい、ね、伏線を回収しましょうか。はい、北部は相変わらず五位線が多いので、対立します。で、なんなら北部7州は結束力を高めるために同盟を結びます。森さん、その同盟の名が言う、そう、ユトレヒト同盟です。ユトレヒト同盟を結び、その中心地がホラント州。ホラント、ハランド、アンド、オランダでした。オランダの由来はホラント州からです、実は。ホラント州からです。ユトレヒト同盟を結成し、ホラント州を中心に独立戦争は継続。はい、
とにかく長期戦です。頑張って頑張って、まあ、毎日戦うわけじゃないんだけど、ちょこ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 戦います。はい。で、連邦共和国の独立宣言とかを出したりする。その中で、ね、流れがと、ね、オランダについたのが、アルマダ海戦でイギリスがスペインを倒してるんだよね。で、スペインが徐々に経済的にやられてくる中、さらにオランダは同時に経済的繁栄を迎える。中継貿易。オランダ、造船が強かったから、船っていうものの知識を高めるんだわ。これね、中継貿易、感覚的につかんどけばすごい楽だから、例えば、こんな感じよ。中継、前も一回言ったかもしれないけど、イギリス、オランダ。で、例えば、ちょっとなんか透明の国設定するんよ。だから、この時代からそろそろロシアぐらい置いといてもいいですよ。で、中継貿易、すごい簡単で、こういうことなんだよね。間を取り持つだけなんだわ。で、なんか君らの感覚やとそのまま行けばいいやんって思うやん。で、例えばこれ、ちょっと待って、この丸なんかいらなかった。うん、例えばこれイギリスの立場で今ロシアだけ描いたけど、なんかもう一個ちょっと足してみるよ。例えば、スウェーデンの方も足します。で、こうやってやるんだわ。例えばイギリスがスウェーデンとロシアどっちも貿易したかったら、スウェーデンまで行く船の道も必要だし、スウェーデンの言葉も理解しないといけないし、スウェーデンの文化とか慣習も理解しないといけないじゃん。あ、で、ロシアのも貿易したかったら、直接行くとなったら、ロシアとも、要するにロシアの文化、風習、言語、交通ルート、全部編み出す必要あるじゃん。中継って簡単よ。オランダがそういう多様な要素を全部受け入れとけば、イギリスはとりあえずオランダまで行けば全部の国となんとかなるんだよね。こういう発想ね、中継って。だからオランダ自体はものすごくノウハウが発達していって、オランダに任せとけばどうにかなるってなるんだ。でもこの方が合理的でしょ。だってオランダに行くだけでいいんだもん。船って結構怖いじゃん。あんだけ宝物積んでさ、ナンパしたらもう全部終わりやからね。やったらオランダまで確実に行って、オランダが他の国と頑張って交易して、それを運んでもらった方が楽。これが中継の感覚。なかなか、なんか言葉だけで言われてそうなんだろうと思うんだけど、掴みにくいっていうか、その意図っていうのがはっきりしないことがあったりして、中継貿易ってこんな感じ。でも、じゃあなんでこの話するかって言ったら、あんたらもどうせ5年後には働いてるから、日本でいう商社ってこういうことするからね。商社、商社マン、海外歩いてんの、うん、ね、ビバンやってんじゃん、ビバン見てるかもしれないけど、すみません、まだ私たったの1話なんで止まってるんですよ。 U-NEXT 今から見ないといけない。あ、全部見てるんですか。あれ面白い。そうですね、まだ1話だからまだ分かんないですけど、別に言われても全然いいんですけど、私展開とかやっても言いたいから。典型的な商社ってこれ、うん、商社はこうやって全部取り持つ、うん、ね、っていうようなところ。なあ、あくまでもこういう商社があるから、我々は世界中の商品が手に入ったりするんだわっていう発想で見てもらったらいい。はい、ね、です。で、この1600、オランダは中継貿易で爆発的に発展します。はい。で、独立宣言とかいろいろあるんですけど、とりあえず世界史の流れをつかむときには、独立の達成は1609年なんですけど、こんなことあまり気にしなくていいから、独立の国際的な承認を押さえておいて。国際的な承認は条約で結ばれてるから。それが1648年の、はい、久井さんの何条約ですか。ウェス、そう、ウェストファリア条約において承認されてるっていうところを押さえておけばいいわ。独立って叫んだのはそれより30年以上前なんだけれども、国際的に認められたのは30年戦争の講和条約なんで、はい、うん、まあね、でもオランダは本当頑張った国だからね。まあ爆発的に繁栄します、この中継貿易と、あと毛織物工業で。で、オランダ、都、はい、滝野くん、どこでしたっけ。あ、
パウンド、ウェアムそれベルギーや。アムス、テル、ダム。一度は行きたいところの一つ、フェルメールの作品がたくさんある。アムステルダム美術館、フェルメール見たかったらここ行ってください。なんか今年は今までで一番飾ってるらしい。 30作品ぐらい飾ってる。あの真珠の耳飾りの人、アムステルダム、でオランダはこの貿易と金融で発展する。すごい場所です。でもこれね、アテン、それ以外もうなかなか方法がなかったんだわ。どうだろうね、すっかり森さんは地理の授業はもう右から左ですから大丈夫ですか。地理は大事ですよ。オランダって干拓地あったよね。ポルダそれ国名や。ポルダオランダってすごいよ。国土の4分の1干拓地だからね。そんな難しいことないです。だからこう海あるじゃん、海あるじゃん、ここに簡単ですよ。土砂入れて水なくして土砂でこうやって地面作る。ポルトガルの4分の1は干拓地ですよ。ポルダーです。海っていうことは当然塩分多いでしょ。ね、地理懐かしかったですよね。アフリカ遠征土壌とかあったやろ。当たり前やけど、あんたら夏休みの自由研究でアジサイとかアサガオとか昔育てたやん、ね、あんたらの中でも植物に対して元気に育ってねって塩まかんやろ。やべえやつやろ。おかん塩まいとったら怒れよ。植物塩分もう弱いんで。だからオランダはもともと干拓地で海をこう干からびさせて土地作ったから、もう遠征土壌なんで小麦とか作れないんだわ。だから頑張ってやれることって酪農とかチューリップ育てるとかそれぐらいしかないやし、それを補うべく造船橋りもの金融だ。だからこそそんだけ努力したから17世紀は基本的にオランダが世界の覇権に言ってるからね。この覇権国家の考え方もそろそろ知っといてね。ちゃんとそういうの資料紙に載っとるから。資料紙で本当もう、もう本当にもう 愛してほしい資料紙を。愛せるのねえねえと思うかもしれないけど、オランダの覇権国家の話は、資料紙のね、どこだっけ、近代社会システム論のところに載ってるわ。210とか20とかその辺にあったから222、ですから、222です。はい、これみんな意外と抜けてるんですよ。オランダが最初覇権取ったからね。世界の覇権を最初取ったのはオランダです、実は。で、これは要するに中継貿易、造船、毛織物、金融、これで覇権を取った。この時はおめでとう。オランダが17世紀から18世紀の中盤までは覇権を握る。ところがオランダには何が足りないかって言ったら、かわいそうに工業が足りんかった。で、この後みんなある程度学校の世界史も進んでるから産業革命あるやろ。イギリスが19世紀に覇権を握るのはここで軽工業が登場する。軽工業で覇権を握ります。ところが軽工業に甘んじてたから、時代は今度次鉄やろ。重たいもんね、化学とか鉄やん。20世紀はアメリカで重工業ね。こんな感じ。21世紀は、はてなはてな。これが混沌としてる感じ、今。中国なの？アメリカなの？でもチャイナは今ちょっと景気ちょっとやばいことになってるし、ね、日本でいうトヨタ級の大企業1個作ったし、ボーンって。恒大集団がバーンって潰れてるから、結構今中国やばい。まだまだ強いけどね、中国パワーあるから。で、21世紀は勝てなって感じ。まあアメリカと中国はこうバチバチみたいな。 GPA1、2だもんね。まあね、22世紀とか想像つかないけどね。22とか、まあ俺は絶対死んねえんだろうね。22は、あれも際どい際どいよね
22って言ったら2101年かな。今だから。なんか怖い。な、ひでえ癖になるよ、これ。78か。あ、俺は、俺が82歳。これ無理だね。多分俺、多分80前ぐらいでもうダメだと思うから。君らは、いけるやん。96。いや、なんか三木先生、何だこと言うとったわ。わしもルイ14世みたいに歯が全部なくてな。言ってたほしい。女性は意外と元気ですからね。ピンピンしますよ、まだ意外と。78年。本当に本当にあっという間ですよ。あっという間ですよ。気づけばや、気づけば、気づけば、気づけば、はい、だから毎日を大事に生きてくださいっていうようなところですね。だからオランダっていうのは結局工業に力を注がなかったから衰退します。そういった時代の流れはありますね。そして次、フランス。フランス宗教革命。あ、宗教戦争、実は。フランスはね、割とここは、ね、はい。ユグノー戦争っていうのがあるんです。フランス。フランスはね、まず、フランスのプロテスタントの呼称はユグノーだったよね。ユグノーだよね。ユグノー。はい、で、はい、フランス国内なんですけれども、まあガチャ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 と、はい、メディチ家出身の教皇、島はカトリーヌ・ドゥ・メディシス、あ、ごめんなさい、教皇って言ってもらった、女性ですね、はい、教皇ではないです、カトリーヌ・ドゥ・メディシス、メディチ家出身、カトリーヌ・ドゥ・メディシスで、当然、メディチ家は教皇との強い絡みがありますんで、まあカトリックではあるんですけれども、ユグノーに対して優しい政策を取りましたね。ね、ごめん、ここ本当あっさりでいいです。ユグノー戦争、別に細かく出ることこれは本当2次レベルでもないんで。ところが、その後、カトリックとはうまくいかず、ユグノーの弾圧に踏み切ります。で、そこに対して宗教戦争になっていって、さまざまな国が介入します。その中でも、まあ、ユグノー戦争、もっとあっさりでいいんだわ。で、カトリックと、ユグノーの対立なんですけれども、その中でも悲惨な事件を一つ紹介するのと、この事件は地味にその後の歴史に絡むんで、ちょっとストーリーを覚えておくといいでしょう。はい、ここを覚えておいてほしいんですよ。はい、この今からやる事件なんですけれども、結婚式のお祝いに行ったら、はい、カトリックがユグノーを虐殺したというわけわからん事件です。まず名前から埋めていきましょう。多分インパクトに残ってるからそっか知ってるんだね。どうでしょう、藤田君。サンバルテルミ。そう、サンバルテルミの虐殺です。サンバルテルミの虐殺、ユグノー戦争の中の一つです。すみません、虐殺の虐という字が出てこなくて、はい、やばいですね、漢字バカ、漢字バカ、はい、ありました7-7ですね、サンバルテルミの虐殺です。ただここで一瞬ペースを落とすのは、これちょっと押さえておいてほしいところがあって、これ結婚式での虐殺事件なんですけど、誰と誰が結婚したかというストーリーをちょっと覚えておくといいです。まずこの頃まだブルボン朝じゃないです。なのでこちら先に見ましょう。はい、バロア朝のお姫様マルグリットです。 OK、 バロア朝のお姫様マルグリットです。それに対して結婚したのがブルボン家のユグノーであるナバル王アンリです。こうです。じゃ あ, ここ男性ということで、青い服にしましょう。で、もう一回説明するよ。はい、バロワ家フランスで、こちらカトリックなんだわ、ね、カトリック側なんだわ。
一方、旦那はユグノなんだ。で、ナバル王アンリのブルボン家です。まず、ユグノとカトリックの結婚式だから微笑ましいやん。宗教で対立してるにもかかわらず、お互いが結婚するって素晴らしいねってなって。ところが、カトリック側が結婚式の後にユグノを虐殺する。ものすごい悲しい事件だよね。おめでとうってユグノがやってきたら、その姿をと公明して殺したっていうお話。ただ、サンバルテルミの虐殺っていうのの悲惨さっていうので、まずそこを訴えておくのと、これは次のストーリーに関係してくるんで一応言います。あと、ちなみにこの時に一人知っておかなければいけないのは、ここは倫理が必要な滝野くんに活躍していただきましょう。この時にモラリストで、こんな悲惨なことあってはならんって言ったエセイという作品を書いたモラリストがいます。もこれでも世界史も出るわ。もモラ違いますちょっとおもろいやん、モラル的やけど。もおぐらい、あ、いいよいいよ、はい、森さん、モンテーニュね。モンテーニュ、モンテーニュ、いやいや大事よ、まあ、多分来週やります、来週やります。モンテーニュ、モンテーニュ言うんだわ、うん、これめっちゃいいこと言うからね。モンテーニュのセリフはもうみんな身にしみといて、自分に反省せず他人に寛容じゃないから争うのです。こんないいセリフあるか、この逆なってないか、親に対して、ね、事故に反省せず、いつまで携帯いじってんの、反省せずうるせえ、ね、他人に寛容さもなく、ちょっと部屋入れないでよ、ほら、まあそんなもんやけど10年、ね、モンテイリはもう格言やから、自分に反省せず他人に寛容じゃないと人を争うのです。倫理では有名です。彼はこんなセリフを言っている。私は何を知っているの、今、いや何も知らないよ。く、なってば、く、くせ、じゅ、もうそうそう、くせじ、くせじ、私は何を知っているの、いや何も知らない。ごめんね、森さんね、全然あれなんでね、これリンディやる。リンディやってるとフランス語も格言すげえ覚える。くせじ、もう一つ、コギトエルゴスムってあったよ。我思うゆえに我ある。コギトエルゴスム。これ全部やりますからそう、モンテーニュが言っている。私は何を知っているの、いや何も知ってないの、私は。だから他者に寛容になりなさい。え、世界史は文化史ね。なんかちょっと流れいろいろあったけど、文化史でモンテーニュのエッセイ、まあ、要するに18世紀文化史で出てきます。あ、17世紀文化史で出てきます、モンテーニュエッセイ。よろしくお願いします。で、すいません、なんかちょっといろいろ話入りましたけれども、はい、こっち戻ります。ユグノーとカトリックが結婚しました。ということは、ここよく見るとバロア家で、今バロア朝なんですよね。バロア朝なんですけれども、バロア朝の血筋にユグノーのブルボン家の血筋が入りました。そしてこの後何が起きるかというと、もうユグノー戦争末期ですから、わけわからんこと起きます。もはや皇帝アンリさん、国王アンリ3世までに殺されます。バロア家の国王ね、ここバロアです。バロア朝のアンリ3世が殺され、なんとバロア朝を断絶しちゃいました。その時に、はい、ここに戻ります。あっつって、バロア朝の王子と結婚していた男子がいるっつって、1589年から、はい、ブルボン朝。だからサンバルテルミーの虐殺はちょっとこの流れもあるので、少し捉えて結婚の話も触れておくといい。ブルボン朝です。はい、ということはやぞ、今ナバル王アンリってユグノで、ユグノのナバル王アンリがとりあえず名前がアンリ、ナバル王アンリ改め、はい、久井さんどうします。アンリ何世にしときます。3世死んだし、4世にしましょう。アンリ4世として統治即、はい。ただここが面白いのが、はい、時代はもうルネサンス
入って終わって終わってるからルネサンスの影響を受けてますから政治と宗教そんな一致してない。でフランス前にも言ったよね、フランス国民うちここ見るフランスの国民って前も見せたと思うけれども宗教改革のところで197かな、はい見てこれカトリック 96% 今で、こんな国でプロテスタントが王になったらみんな怒るやん。やし、アンリ4世はその辺はすごい寛容で、見てくださいこれ覚えてるね、カトリックとの融和のためにスッとユグノからカトリックに変わります。これ、論述とかの時はたまにあるんで、まあ皆さんまだ模試もあるんで論述あるんでよろしくお願いしますね。はい、アンリ4世はカトリック側との融和のために即位すると同時にスッとカトリックに改宗します。だこれフランス宗教戦争の最後の後ろのところなんですけど、でもう一つ、はい、アンリ4世寛容ですからもうこのユグノ戦争終わらそうっつって、俺もともとユグノやし今回カトリックになるけど、はい、それがユグノーに制限付きで信仰と礼拝の自由を承認した。はい、じゃあ武雄さん、なんとの勅令、そう、なんとの勅令ないしなんとの法令、どちらでもいいです、なんとの勅令です、これが、はい、制限付きって先生どういうことですかっつったら、10分の1税みたいなのが加えられる感じです。教会建てる時とかにやったら税金払ってねとかだけです。だから不平等ではあるんだけれどもユグノに権利を与えています。でこの辺がやっぱりちょっとずつ近世時代が変わってってて宗教っていうものの価値観の捉え方が変わってきてるね。特にフランスはそう、フランスはもともと宗教っていうものに対してはすごい政治とはあまり結びつけずに政策を進めてるっていうのは押さえておくといい、はい、いろいろあってオスマン帝国と手を組むとかね、いろいろあるんで、でそのフランスが宗教に対してはどちらかというとその辺が寛容なのっていうのは次の、じゃあラスト10分でまとめます。はい、次の神聖ローマ帝国のこの宗教戦争でも見て取れます。もうやってしまうんだけど宗教終わらせます、宗教戦争でもやってしまいます。さあラストです、神聖ローマ帝国を中心に起こった宗教戦争、1618年から1648年と30年続いたので、はい、藤田君、30年戦争です。これが宗教戦争のオーラスです。ただこの宗教戦争は大規模な国際戦争になっているので理解しておくといいでしょう。はい、話の発端は、はい、ベーメンでの出来事です、はい、まず1555年なんですけれども思い出してください、ルターが最終的に頑張った結果アウクスブルクの宗教和議って結んでたよね。でこの時に思い出しな、はい、個人に宗派選択権を認めない、カルバン派を認めないだったよね、覚えてますかね、はい、個人に宗教の選ぶ権利を認められず、かつカルバン派は認められないでした。なんかありましたよねっていうふうなところです。はい、ね、そしたらベーメンという地方でとある問題が発生しました。はい、よいしょ。でこのベーメンなんですけどちゃんと問題が発生するから場所として描かれてますからね、そしたら30年戦争のとこで見て、いやまあこっち見た方がいいわ、ベーメン名前のとおり、相変わらず資料集197を見よっか、資料集197を見てもらってやってみてもらいます。はい、ほら、めっちゃここにベーメンあるやろ、あ、なんかここ、そやな、なんかハプスブルク家の支配下に置かれとるやんね、そうなんです、こういうことです。つまり、ベーメンという国では王様がゴリゴリのカトリックです。ハプスブルク家の血筋なんですよ、遠い親戚でゴリゴリのカトリック、ところが、住民は割とカルバン派を信仰している人が増えていたんですよ。でも、
はい、こちら見るでしょ。アウクスブルクの宗教和議は個人に宗派の選択権はないので、ベーメンという国の王が俺カトリックやでっつったら全部カトリックになるんだよね。やし、カルバン派だったとしてもダメ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 ってなるわけ。カルバン派、しかもカルバン派はもともとアウクスブルクの和議に認められてないんで、ルター派だけなんで。はい、で、ベーメン王がいわゆるカルバン派が増えてくる中、まあ当然ベーメン王ですから、ベーメン地方でね、ベーメン地方でカルバン派の弾圧を行うところから30年戦争始まります。ところがもうこの頃なんですけど、193ページ見てごらん。ここここここ宗教分布1560年頃見るやろ。はい、これ見るじゃないですか。森さん、この青色のとこって何を指しとる？ルター派。そう、ルター派。だいぶ新教徒増えとるよね。カルバン派ではないけど新教徒やからね、プロテスタントやから。ルター派だいぶ増えてね。で、今ここベーメン、まあ当然カトリックやからあれねんけど、新教徒の反乱に対してこの辺りのデンマークやらスウェーデンの国やらが参入して支援してる、このベーメン地方の反乱を。それがこの30年戦争が国際戦争となっていったきっかけです。それがここの表で記載させていただいておりますけれども、これがまあ主にベーメンやと思ったらもうよくて、まあだん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 全体像を取り巻いてどんどん広くなってたんだけど、デンマークやらスウェーデンやらが援助してます。 OK ですか。当然、はい、ここハプスブルッケで、まあとりあえずオーストリアを中心に考えてもらったらいいんですけれども、はい、全体の総まとめそろそろ入ってきますよ。オーストリアハプスブルッケに対してスペインハプスブルッケやん。当たり前やけど、こっち援助するよな、こっち援助するよな。さあ、この辺まで来られるぞ。はい、そして国際戦争になってさまざまな展開を迎えます。まず1つ目、デンマーク戦争っていうのが起きます。さあ、この時にデンマーク、先に言います、デンマーク負けます。デンマーク敗北です。はい、デンマーク敗北です。デンマークを下すことになった神聖ローマ帝国側の傭兵隊長の名前を覚えてください。はい、その名が、はい、では森さん、バレンシュタインって言います。バレンシュタイン、神聖ローマ、バレンシュタインが指揮する神聖ローマ皇帝軍に敗北です。デンマーク側が神聖ローマ皇帝の勝利。まあちょっとバレンシュタインの名をしっかり覚えてほしいということでここ出ます。次、その2、スウェーデンが参入します。この時スウェーデンめちゃくちゃ戦争強い収まりました。はい、久江さん、その名がグスタフ・アドルフです。こいつめちゃくちゃ戦争強くて連戦連勝、うん、でそれでスウェーデンはバリバリに、国際的地位を上げて、この時が一番強かった、バルコ海帝国と言われる最盛期を現実です。世界史によってスウェーデンあんま目立たないですけど結構強いんで、ただ最後この王様死んじゃってからちょっとずつ、衰退していきます。それでも強いんですけども、スウェーデンがグスタフ・アドルフね。名称覚えておいてね。神聖ローマ帝国傭兵大将バレンシュタイン、これは神聖ローマ帝国勝利の時です。次、スウェーデン戦争はグスタフ・アドルフ出てきて、はい、これはスウェーデン側が勝利。こちら丸でもつけておきますか。こちらに丸でもつけておきましょう。スウェーデン側が勝利。さあ、ガチャ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 してきましたけれども、
もう一個押さえてほしい展開があります。さあ、頭の中整理できてるかな。今回の総まとめみたいになってきます。まず、この戦争は1618年から1648年です。ということは、はい、頑張れよ滝野くん。フランスは何朝ですか？え？ブルボン。そう、ブルボン朝です。ブルボン朝ですね。ブルボン朝でしょ。アンディ4世はユグノーだったけど即カトリックになってたよね。っていうことはブルボン朝はカトリックなんだよ、ね。でちなみにこの時はルイ13世なんですけれども、本来カトリックならハプスブルク家側につくと思われるじゃん。でも違うんだよね。フランスはプロテスタント側についてるからね。これ押さえてね。フランスはプロテスタント側につく。さあ、ざっくりした言葉で言うし、藤田君何でだったっけ？いろんな歴史あったね。イタリア戦争ってどことどこの戦いだったっけ？バロア家と。そう、はい、だからここの理解の仕方はフランスとハプスブルク家は仲が悪いし、とりあえず、うん、イタリア戦争より続くフランスとハプスブルク家の対立よりフランスはプロテスタントにつくんだ。だからここに宗教戦争であるんだけど、フランスっていうのが宗教に対する感覚っていうのが政治とは結構切り離すんで、そこを押さえておくといいです。フランスはカトリックだけどプロテスタント側につきます。これを押さえておくといいです、この戦争で。こういうふうに、あともう一つ、フランスとハプスブルク家仲悪いよねって強調しとくのは、これがこの100年後プロイセン倒すためにマリア・テレジアが終わらすから、そういう歴史もあるから今強調しとかないんだよ。あとでマリア・テレジアっていうのがこの先出てきてハプスブルク家と仲良くしようってなる、あ、じゃあ失礼、フランスと仲良くしようってなるんで、そういう歴史もあるのでちょっとこういうとこ強調してます。ほんで、まあガチャ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 しながらもう終結です。はい、ね。で、その講和条約こそが1648年のウェストファリア条約ね。その講和条約こそが1648年のウェストファリア条約って言います。はい、おめでとう。もうすぐおしまいです。ちょうど時間ちょっとだと。ウェストファリア条約における関係性を見ていきましょう。まず、ここは絶対押さえてください。フランスが、なんかやたら空欄長いですね。フランスが後ヨーロッパ史数百年続く、なんなら、EU の大元にもなる歴史までつながるので絶対押さえておきましょう。フランスがドイツから、森さん何を獲得した？あ、ある、アルザス・ロレーヌ地方。そう、アルザス・ロレーヌ地方。ちなみに正式に言うとアルザスの大部分とロレーヌの一部ですけれども、とりあえず、まあまあ二次レベルでもそこまで問われないからアルザス・ロレーヌ地方でいいです。まあ、本当はちょっと違うんだけど、まあ、アルザスの大部分とロレーヌの一部なんだけど、とりあえずアルザス・ロレーヌ地方でいいです、まあ、ここに論述がない、論述がいないんでいいです。アルザス・ロレーヌ地方でいいです。はい、ね。錦の世界史どこまでとってはこう、レーヌっていうのはもう入ったね。ここがまだアルザス・ロレーヌが多分そんなやってないんだよね。この後の世界史で皆さんも結構強調されてると思うんですけれども、これね、フランスのとこ見たら分かると思うんですけれども、このアルザス・ロレーヌをめぐる対立っていうのが歴史ではすごい大事になるんだよね。これ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 、あったね。ドイツ、フランスとドイツの因縁の対立、アルザス・ロレーヌ地方をめぐる領有権の推移つって、それがついにウェストファリア条約で始まったんだわ。神聖ローマ帝国からフランスに移ります。アルザス・ロレーヌとはここ、非常に簡単です。石炭、鉄鋼の産地ね。
時代は戦争に次ぐ戦争の時代、工業化を迎える時代に石炭鉄鋼欲しいからここめぐってめっちゃ争います。このあと空通戦争、ベルサイユ条約、第二次世界大戦とひたすら奪い合いするんで、その始まりがウェストファイア条約ね。はい、で次に押さえとくといいのがポイントあと2つです。はい、その2、2つの国が独立しました。お、なんと今日の、いや30分ぐらい前の伏線もここで回収です。さあ、その一つが久井さん、はい、オランダ。そしてもう一つが滝野くん、スイス。スイス、その通り。スイス、オランダの独立正式承認です。そして最後です。世界史の大きな流れとして大事になるのが、神聖ローマ帝国における両方都市のほぼ完全な主権の承認です。何回か神聖ローマ帝国の話でこう例を出させていただいてると思いますけれども、ね、今もここ見たら分かるように映ってくれてるよね。神聖ローマ帝国が一つの色でフランスとかイギリスとかハプスブルッケのように一つの色で描かれてないよね。これはなぜかというと、神聖ローマ帝国っていう国がめっちゃバラバラやからやったよね。でこいつを頑張って統一しようとハプスブルッケとかが頑張って動いてるんだけど、最終的にウェストファリア条約によって両方都市はほぼ完全な主権を獲得したので、こいつらが、まあ、前も説明で一回言ったけれども、両方君主っていう言い方をするんだけれども、より自立が強まったんだわ。これで相変わらずドイツの統一は収まってしまいます。ちなみにこの頃は、この神聖ローマ帝国だけで、都市両方を含めると約300国あります。300あります。今の世界地図は1だからね。で比べたら300個あるからね。わけわからん状態にまたなってしまう。というふうなところです。ですから神聖ローマ帝国っていうのはバラバラになってしまうので、通称このウェストファリア条約を神聖ローマ帝国の死亡証明書というふうな言い方をしたりしますね。はい、というふうなところです。はい、非常にいい流れで宗教戦争3つ終わりました。次回フランス・ブルボン朝、イギリス・ピューリタン革命および18世紀の国際戦争ですね。はい、ではではでは、皆さんは頑張って覚えていただく。